来看到大阪中华总会举办庆祝105年双十国庆晚会，旅日台侨日本政经界来宾将近500人出席。那么晚会中有大阪中华学校舞狮队、舞道社、活跃社同学都到场，带来民俗技艺等演出，为活动增添光彩。关西地区各地展开一连串活动，庆祝中华民国105年双十国庆。在京都侨界第一场祝贺会后，大阪中华总会主办的国庆晚会紧接着登场。驻大阪办事处长陈训养率领同仁及多位侨领到场，近500人出席，场面盛大。全体首先齐唱国歌，为晚会拉开序幕。接着，大阪中华总会会长洪胜信引用日本交流协会的调查及其他数据，强调日本是台湾人民最喜爱、最感到亲近的国家，目前台日关系也是最佳状态。2015年におけ日台間の人的往来は、訪台日本人が163万人、訪日台湾人の数は対前年比 30% 増の368万人となり、史上初めての双方で500万人の大台を突破しました。今回の世論調査により、現在日台関係は過去最高の状況であると判断されると思われます。刚抵任不久的陈训养处长强调，蔡英文总统相当重视对日关系，希望侨胞们能促进台日交流。蔡英文总统は台日関係を大変重視しており、両国間の自由貿易協定、調印に向けた話し合いを早期に再開するとともに、青少年、観光、文化などの分野における交流拡大をも期待していると談話を発表しました。一方、日本政府は台湾の TPP、環太平洋経済連携協定の加入を支持するなど、今後の対日関係が日々向上していくことにつながるものと確信いたします。与会议员轮流上台祝贺，大阪市议会副议长花谷充裕相信，透过两国人民的互动，可以延续未来的台日情谊。随后全体举杯祝中华民国国运昌隆。大阪中华学校的舞狮队伴随隆隆的鼓声，活泼的舞狮到台下与贵宾热情互动。还有婀娜多姿的中华舞蹈表演，旅日歌手侯立文也带来动感的歌曲演唱。最后，在十多张来回机票大奖的重头戏摸彩活动后，105年庆祝活动圆满落幕。台湾宏观电视吴敏如，日本大阪采访报道。